歴代フランス国王が愛した宮殿で、いよいよアンペリアルショコラが始まりました。選ばれた者だけが出店を許されるこの祭典に、日本のメーカーとして初めて明治が招待された。カカオに込めた明治の哲学とは。新しいチョコレート文化っていうのね、こういうものを通じて大きく育てていきたいな。チョコレート文化に新風をは、ご覧の日時に放送。お楽しみに。